はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが、今日は、令和教皇をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、令和教皇、世界大教皇がやってくるというお話ですね。1920年代、世界教皇がありました。まあ、それからね、リーマンショックとかいろんな、まあ、あの、ちょっと教皇になりつつあったものあったんだけど、 まあ、1920年代のね、世界大恐慌に比べたら、もうほんとうんこみたいなレベルですよ。まあ、全然大したことない。もうこれから来るんですよ。令和恐慌。まあもう今その入り口に入っちゃってますよ。入ってるんだけど、まあ、日本人の方の感覚が鈍いんですよ。あの、まだ感じてないんですね。いや、恐慌全然始まってないよ、そんなの。うん。人間っていうのはその中にどっぷり使ってると、状況が全くわかんなくなっちゃうんですよ。 日本がどういうふうな経済状態でどういうふうになっているか、または世界経済がどうなっているかっていうのが、自分がその中でどっぷり使っちゃうと分かんないんですよね。だから温泉に入っていて、いやー温泉入りたいなとか言ってるのと同じなんですよ。危ないでしょ温泉に肩まで使っているのにね。たまには温泉に入りたいなとか言って、危ない。もうボケちゃってますけど。いや、でもそんなものなんですよ。本当に人間ってのはそういうものなんですね。うん、なんでしょうね。 やっぱりあの、視野がなんか広く豊かに心を落ち着けて物事を観察する力が弱くなっちゃってるんですね。現代人特にね。だからね、わからないんですよ。じゃあ、令和教皇一体どういうもので、どういうふうになっていくのかということについてお話ししたいと思います。このね、令和教皇ってのは、まあ、世界大教皇ですよ。うん、あの、世界的な教皇が来るということなんですけれども、あの、最初はね、 そんな感じがしない。まあ今、今が最初だからそうなんですけど、ただ単に物価が上がって暮らしにくいなというのが今入り口なんですね。今現状。でも強行ってそうやって始まるんですよ。なんだかおかしいぞと。うん、なんか物価が高くて、いろんなものが値上がりしてるしね。なんか生活しにくくなって、お金がなんか足りないねっていうのが強行の最初の段階、序章ですよね。 序章なんですよ。でもこれから本編、本番に入っていくんですね。で、序章がね、最初の段階がどれぐらい続くかというと、まあまあ何ヶ月の場合もあるし、半年一年続く場合もあるんですけれども、あの、この序章の段階だけでも、かなりの人が潰れていきます。で、あの、毎回言ってるようにね、この序章の段階の物価高の段階で、 すでにクレジットカードで物を買わないと毎月のお金が足らないと。いやいやもう足らないから大きいものの買い物はね、ソファーが壊れちゃった。どうしてもソファー買いたい。テレビが壊れちゃった。どうしてもテレビを買いたい。いや、だけど、ねえ、あなたんなんだよ、どうしたテレビが壊れちゃったのよ。えリモコンが電池ないんじゃないかいや、そういう問題じゃなくて、ほら見て。もうテレビ側の電源が入んないの。嘘だろ またまコンサン、コンセント抜けてんじゃないのか。うん。いや、そんなことないと思うんだけど、ちょっと見てみてよ。私なんか機械弱いからわかんないのよ。ええー。えー、っと、コンセント、あ、入ってるね、コンセント。え、でもこのコンセントが生きてない。コンセント自体がおかしくなってるんじゃないか。え、こっちのコンセントに差し替えて、あれ入んないね。うん、だってほら、いつも電気来てるんだったら、このテレビの下のところ、 ね赤く何かライトみたいにつくでしょ、うん、うん、そうだな。ちょっとちっちゃくな。で、リモコンでピッてやると青くなんだよな。そうそうそう。その赤いライトがつかないのよ。電気、おかしいのコードがあれかななんか焼けちゃってとかの問題かなわかんないの。うん。これは、ちょっと電気屋に来てもらおうか。そうね。じゃあちょっと呼びましょうね。 キンコン。あ、はい。あ、あの、電気屋ですけど、ああ、早かった。ありがとう。あ、どうぞ、ガッチャン。どうぞ、どうぞ。あの、テレビなんですけど、ああ、これなんですよ。これ、オタクで買ったやつなんですよ。ああ、ありがとうございます。いや早いですね、オタク。ああ、まあ、サービスね。まあ、この辺、あの、近くにたまたまいたんですよ。えっ、ー、とね、4軒先のお家なんですけど、ああ、そうなんですか。これ、あの、これ見てください。あの、これ、コンセントを入れても、ほら、これ、主電源が入んないんですよ。 ああ、なるほど。え、ちょっと待ってください。電気来てるかどうか、ちょっと見てみますね。は、はい。ああ,あ、いう機械があるのか。えー、ちょっとコンセント、こ、こ,この電気から取ります。あここの電気は生きてますね。来てますね。コンセントの差し込みのところ電気来てんのあ来てますね。ちょっとこのコードの、じゃあこっち側のテレビ側、ちょっと開けさせていただきますね。テレビの裏側。おー、テレビの裏側ね。えっ、ー、と。 あ、ガッチャ。あ、ちょっとこれね、ケース、あの、外させていただきます。おお、こんななってんだ。あ、基板がすごいんだね。電子基板。えー、電子基板だらけなんだね。細かい部品で。あ、最近のテレビはもうほんとこんななってるんですよ。えー、ここのところ電気。あ、来てますね。電気来てます。来てるんだ。うん、来てます。来てます。なんか、ミスターマリクスさんみたいになってますよ。いや、うーん、よく言われます。来てます。来てます。あ来てますね。電気来てます。 ええー、っていうことど、どういうことなのおそらくは、まあ、電気中に入ってってるので、中のどこか基板か何かが故障じゃないかと思うんですよ。あ、そう。え、これってさ、もう4年、四年、5年ぐらいなんだよね。ああ、じゃあちょっと保険は、ちょっと待ってください。確認してみますね。え、ちょっとま、お待ちくださいね。このタブレットで。 えっと、電話番号はこちらで変わってないですかうん、変わってないです。あえー、っと、はい。あー、これはね、3年保証ですね。あー、3年なんだ。えー、っと、もう切れてます。えー、そう、これ、あれなの。じゃあ、切れてるとどういうことになるのうーん、まあ、簡単。まあ、これ、一回、あの、持ち帰らないといけないですね。直すんだったら。おー、ほー、ほー。 えー、そして工場の方で点検をして、で、まあ、部品を取り替えれば治るんであれば部品を取り替えて、で、まあ、また元に戻して、またこちらに持ってくるということになりますね。えー、それって、あの、ちなみに、いくらぐらいかかるんですかうーん、そうですね。あの、全く保険切れちゃって、全部今の、あの、これを持っていく、 あの、その、運搬費からかかるんですよ。あい運搬費からかかるのええー、きついね。え、じゃあその検査の、検査のお金もかかるのあ、かかります。だいたいどれぐらいなのええー、と、ちょっと待ってください。見積もりを。えー、っとね、部品によりますけど、おそらくは、7万から8万、7、8万かかりますね。ええー、ええー、 いや、もう、本当悩むね。ちょ、ちょっと待ってもらいますああ、どうぞ。ねえねえねえ。え、何お茶今用意してんだけど。あのさ、今見てもらったんだけど、七八万かかるんだって。もう保険切れちゃった。範囲外だから。え七、ー、八万、あれいくらで買ったっけあれ結構大きい、似てる。三十、三十万ぐらいだったよな。二十八、九万、八万。いや、そん、ま、三十万ぐらいだ。 30万かぁ。え、で、8万かかっ、えー、えー、<laughs> 悩むえ、新、え、新しいテレビいくらぐらい今。わかんないなやっぱ同じぐらいなんじゃないか。30万、20、まあ、27、8万、まあ、するんじゃないの安くても。え、ちょっと待って待って、頭なんか混乱してきた。え、28万で同じ大きさ変えるわかんないけど、まあ、変えるんじゃないかな え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、え ?28 万円で同じ大きさ買えるんだけど、えー、っと、修理が8万かかるってことうん、それぐらいかかるらしい。え、ど、あもうわかんないあなたどう思うのわかんないな。直せば8万だから、28万で買うよりは安いよな。20万。うーん、そうね。でも今のテレビもっとなんか画面が綺麗だったり、なんか音が良かったりするんじゃないの まあ、そうだよな。4年経っちゃ、まあ、そう。まあ、わかんねえな。そうかもしれええー、音な。音悪いよな。確かにこれ。そうなの。音なんかスピーカーがこもるのよ、これ。ええー、でも8、ええー、どうするいやわかんなあなたに任せるわよ。ええー、俺にあ、じゃあ、こうしようか。え、どう、どうすちょ、ちょっと待ってな。ちょっと待って,てな。うん、わかった。 あ、すいません。あ、いかがでしたかえっ、ー、と、その8万円、例えば、工場でこれ持って帰って直していただくとして、それってクレジットカードで大丈夫なんですかいや、こちらの方はね、クレジットちょっと効かないんですよ。あ、そう。ゃ、え、あ、ー、もしオタクでも、あの、同じぐらいのテレビを、まあ、例えば30万ぐらいで買ったとして、それはクレジットで買えるんですよね。まあ、それは、あの、お客様の、あの、クレジット、 の限度額がありますけどまあ、ちゃんと30万使える枠があればそれはあの分割で買えますよクレジットカードでそっかそうなんだねちょちょっと待ってねあはいわかりましたなななななに8万円の修理費はさクレジットカードじゃダメなんだってえ現金、うん、みたいなんだよなえー、えー、<laughs> えでど,どうすることにしたの ま,まだ返事してないけど、30万だったら、あの、新しいテレビ買うんだったら分割。クレジットオ k ケー。うーん。ええー、ど、どうするの ?30 万で買ったもんじゃないか。1万ちょっとでいいんじゃないのな、なんか30回払いでさ。1万ぐらい ?1 万ちょっとあ、そうか。まあそっか、一万ちょっと。あでもその方がいいかもしれないね。あ,あ 決定うんもういいと思う。よしよし、わかった。ちょ、ちょっと待ってな。ああ、すいません。あはい、ど、で、どう、いかがしますか。新しいのに取り替えます。あそうですか。で、これ、あれですか。これ持ってっていただいて、もういいんですけど、これ。ああ、じゃあ、回収して、じゃあ、明日、明後日あたりに。あ、明日行きます。明日のお店でもう決めますよ。もう新しいテレビ。 だからこれちょっと、あの、回収は無料になりますかねあ。あの、テレビ買っていただけるんであればこれ無料で、あの、もう何も、あの、リサイクル費用とか、結構ですから、あの、回収します。本当に。じゃあ、これ回収してもらって、オタクで買う。約束します。わかりました。じゃあ明日お待ちしてますので、明日何時頃いや、もう開店10時からでしたよね。はい。じゃあもう10時に行きます。 わかりました。お待ちしておりますので。じゃあ、あの、担当者に伝えておきます。そのような胸を。あ、お願いします。じゃあ、お願いします。はい。ありがとうございました。じゃあ、これを、あの、回収して、あの、失礼させていただきます。というようなね、やりとり。30万のテレビを、クレジットで分割で買う。うん。まあ、テレビ、毎日見てる人はね、ないと困るから、買うんでしょう。 いやいやいや、しかし、しかしですよ。まだ、あれもこれもって出てくるかもしれないでしょそのためにクレジットカードを切ってたら、いや、これ返済はね、だんだんできなくなるし、もっとこの先に何か必要なものが出てくるかもしれない。もうクレジット満額になっちゃって、限度額になってしまって使えなくなっちゃう。んです。いや、クレジット止まってまーすとか言われちゃうんですよ。えー、止まってるとか言ってね、 これスーパーでね、こないだ見たばっかり赤ちゃんを抱えたね、女の人がね、4600円ぐらいのね、買い物したんですよ。で、クレジットカードでお願いしますとか言って、で、ピッてやろうとしたら、もうクレジットが認証されなくて、いや、これ多分限度額来ちゃってるんじゃないですか。認証されませんって言われて、真っ青になって、え、現金がないんですって言うんですよ。その赤ちゃん抱っこしたね。 前の女の人が、スーパーでの買い物ですよ。4000いくらですよ。4000いくらの現金持ってなくて、カードも満額使っちゃってるんですよ。で、いや、これもう申し訳ないけど、キャンセルしてください。と言って言ってしまった、そういう光景を見ました。いやー、驚くべき光景ですよ。キャンセルお願いしますとか言って、謝りもしないんですよね。 いやあ、ずうずしいですよね。普通だって迷惑かけたからごめんなさい。すいません。なんかこちらのね、カードが使えないことによってご迷惑かけてすいません。いいですかこれあの、戻しといていただいて、または自分でこれ戻してきますからって言うじゃないですか。違うんですよ。キャンセルを逃げしますみたいな。めっちゃびっくり。<laughs> いやーだけどね、お金がなくなると心も拗ねてくるし、廃れてくるしね、ひねくれてくるんですよ。本当ですよ。 うん。怖いですね。すさんできますよ。心がね。そうならないように皆さんしましょう、うん。だけど厳しい世の中がやってくる。やってくるんですよ。あの世の存在を信じて、まあ進んでいく人もいますよ。あの、知り合いの方で、なんか知らないけど上からなんかすごい困ったら自分はいいこと全の行いばかりしているので、 天から迎えが来てくれる。天が守ってくれる。ご先祖様が守ってくれるというふうにね。あの、言い張る人がいっぱいいるんです。世の中ほんといっぱいいますよ。何をおっしゃってくれちゃってるんですかなぜあなただけ助かろうとしてるんですかなぜあなただけが天から召されて、ね、光に包まれて助かるんですかなぜあなただけ善なんですか善、幸せ。 ねえ、あの、を与えてる人、ね人のために頑張ってる人はいっぱいいますよ。優しい人もいっぱいいます。うん、でもそれも関係なくね、ねあの、いろんな悪い出来事が起きて犠牲になっていったりね、うまくいかなくなって人生ダメになったりする人が出てくるんですよ。だからね、自分だけがね、何かとんでもないことがあっても、神様が拾ってくれるとかね、助けてくれるとか、ご先祖を守ってくれるとか、 うーんー、ないでしょうね。ないと思いますよ。まあ、これはね、自分の力でコツコツと努力して、用意して、乗り越えていくしかないです。お金の問題ですからね、特にね。うーんー、でも乗り越えられなくなっている人が現にもう出てます、日本で。厳しいですよ。厳しい。とっても厳しいと思います。まあ、だからどうなるかはわかりません。どうなるかわからない。 うんあこの間ね、粉ミルクの話をして、4、5千円一貫しますよって。あの、これごめんなさい。ちょっと私の説明不足だったかもしれないですね。2200円前後でも売っている粉ミルクはあるんですけど、あの、よく考えてくださいね。なんで2千円ぐらいと4千円、5千円ぐらいの粉ミルクは世の中にあるのか。考えたことありますか私ね、粉ミルクの成分っていうのを全部、成分表っていうのを調べたことあるんですよ。 成分が違うんですよ。本当に。だから、赤ちゃんってそれしか毎日飲めない。食事がそれなんですよね。本来は母乳がいいんだけど、やむを得ない場合あるじゃないですか。やっぱり粉ミルクで育ってるしかないかなってね。いろんな事情があるんですよ。皆さんね。でもその時に、倍違う粉ミルク、なんでだろうって考えたことありますかこの、あの、安い方を取る人が多い。 それは自分じゃないからなんですよ。でも赤ちゃんの方が大事ですよ。赤ちゃんが大事じゃないですか。これから体成長していくにあたってね、粉ミルクだけで成長していくんですよ。だから、あの、私は、その四五千円のミルクしか人には勧めないです。いろんな人相談あるときに。安いので平気ですか平気じゃないと言ってます。それ成分が違うから。高い方がいいです、成分。全然、圧倒的に。 うーんー、だから外国産のね、ヨーロッパで使ってる粉ミルク、まあ売ってますよね。あの輸入もできます。個人輸入。まあそれの方がより高いし、より成分はいいけれども、まあ日本国内のでも最近はいいの出てます。でも高いんですよ。四五千円するの一貫。でもそれを、あの、基準にしてこの間お話をしてしまったんですよ。一貫四五千円しますねっていうふうにね。でも私の粉ミルク推奨するのはそれなんですよ。あの、いいやつ。 ですね。成分的にバランスの取れた栄養がたっぷりの。でもその方がいいと思います。だってそこで安いやつ、ああ、安いの安いの安いのって探して、成分違うんですよ。うん、だから安いのを赤ちゃんに飲ませ続ける。いいんですか体に。どうなんですか自分の子供だったりお孫さんだったりするんですよ。それでいいかどうかですよ。成分調べました、本当に。成分比べましたか違うんですよ。 だから、どれもこれも粉ミルク同じだと思ったら大間違いです。全然違いますから。うん、だから安心感を得るためにはね、まあ、より良い,い方がいいと思うんですけどね。まあ、日本人の方あんまりそういうふうに思えないし、思わないかもしれないですね。安い方が、もう安ければいいじゃない、いっぱい、あの、変えてっていうことなのかもしれないけど、まあ、赤ちゃんってそれしか口にできないんでね。まあ、なんか大事にしてあげた方がいいかなと思います。まあ、それはあの、いろんな、 ねえ、環境、条件、ねえ、お金があるない、ねえ、いろんな立場によって違いますよ、それは。うんだけど、赤ちゃんがね、やっぱりね、元気で、笑顔でっていうのはいいんじゃないですかね。おそらくね、いいと思いますけどもね。まあ、いろいろ考えて、ね、あの、行動を起こして、ね、あの、対策ねっていくといいのかもしれないですね。まあ、皆さんの健康と笑顔、願っております。頑張りましょう、皆さん。ね、力を出してね、負けちゃいけないですよ。 何でも可能なんです。気持ちをね、弱く持ってはいけないです。心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいきましょう。応援してますんでね、頑張りましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。